おはようございます。私たちは東電株主代表訴訟の原告です。本日この東京地方裁判所において東電の元取締役の勝俣以下取締役に対して私たち株主が損害賠償を請求している公判が行われます。あの 3.11 のあの事故からすでに10年、そして私たちの裁判ももう9年を迎えようとしています。57回という口頭弁論の回数を経て今日に至っております。今年は本日の証人尋問から始まり、当事者尋問、つまり被告の尋問が今年行われます。非常に最後の山場を迎えております。どうぞこの裁判の傍聴とそして支援をよろしくお願いいたします。この裁判は他の損害賠償裁判や刑事裁判とは違い、同じ損害賠償であっても東京電力という会社が東京電力の元の取締役に対して損害賠償を請求したという特殊な裁判であります。つまり自己責任のほかに経営者責任を問うているのが私たちの株主代表訴訟の裁判なんです。この辺が他の裁判とは全く違っております。東京電力はあの 3.11 3月の事故により多くの負債を抱えました。そして東京電力が企業として破綻をする、そういうような懸念がありました。これは別に懸念ではなく実際の話として起こり得たものです。一つは 3.11 のあの事故により東京電力は債務超過になるだろういうことの危機、そしてその前に東京電力はこの事故費用とそして損害賠償によって債務不履行を起こすんではないか、資金が足りないんではないか、そういう破綻の危機をあの当時3月に東京電力は起こしてました。それをなんとか東京電力の延命を図ろうということで動いたのが金融機関であり経産省でありました。その2つの動きによって金融機関の2兆円という緊急融資が3月あの 3.11 の3月の日に行われています。これによって債務不履行が一時的に回避されたんです。債務超過よりも債務不履行が起きた方が企業としての破綻はもまたしく現実のものとなってしまうわけです。これを避けたのが金融機関の2兆円の融資でした。そしてこの融資によってなんとかその年の決算上においても、そしてキャッシュフローとしてもなんとか東京電力は乗り切ったんです。しかしこの破綻的な実質破綻の東京電力に2兆円ものこの貸し付けを行うということは金融機関にとってものすごくリスクであり、そして金融機関の株主に対してなんてこれを言い訳するかということで言えば全く言い訳のできない、そういった融資だったんです。しかしその裏で国がなんとか金を出すよということで話が出来上がっていました。そのお金が損害賠償交付金であり、そして1兆円の東京電力に対する投資でした。株を1兆円経産省を通じて支援機構というところが
買ったのです。つまり現在交付金は、損害賠償交付金は 13.5 兆円の枠があります。そこまで増えていったんです。当初は2兆円、そして5兆円、そして9兆円、そして 13.5 兆円。しかしこの 13.5 兆円も昨年の東京電力の決算書を見ればすでに 13.5 兆円を超える交付金が東京電力に渡っているということになっております。つまり今までずっと実質破綻の東京電力が今また何度となくその交付金によって救われてきたんですが、またまたその破綻の危機、実際の破綻がする、そういう危機を現在直面しております。イメジクもその時期において私たちの東京電力株主代表訴訟の判決がおそらく年内に行われる感じになっております。したがって皆さんの現在の生活の中で、あの福島復興金という税金がこの確定申告の中で 2.1% 取られています。このお金も実は福島復興という名のもとに東京電力の事故に対する関連の費用に流れており、そして交付金が流れており、こんな形で延命をさせております。さらに電気料金の中では一般負担金という形で電気料金の中で皆さんに大手電力会社の負担がさせられ、それが電気料金に反映されています。さらに電力の自由化、そういう名のもとに託送料金の中にもこの東京電力の損害賠償負担金という形で託送料金の中に組み込まれ、そしてそれは皆さんの電気料金に、どこの電気料金を使おうと公平に取られる、公平に負担させられる、そういうような構造が起きています。つまり私たちの代表訴訟で問題にしているのは、これだけ社会に対し、会社に対して負担をし、そしてご迷惑をかけているにもかかわらず、現在もなおかつ何万人という人たちが避難をし帰れないでいる、この現状の中でのうのうと何も責任を取らず、自己責任だけではなく会社としての経営者としての責任も取らず、のうのうと生活をしています。一方の被害者が宿泊し、そして自殺まで追い込まれられ、そのような生活を強いられているのにもかかわらず、何の責任も負担も受けずに、このままでいいのでしょうか。私たちの裁判は、そうした経営者の経営責任を明確にするために戦っております。そしてこの経営者の責任が明確になれば、今また再稼働を東電もしようとしている、他の会社もしようとしているこの原発の危険性リスク、経営リスク、事故リスク、そういったものが非常に反省もなく、実際に原因の調査も何もなしに再びこの危険を迎えようとしています。これを止めるためにも、経営者としての原発を運営する事業責任、経営責任というものを明確にさせて、その責任を負わせるんだ、負うんだよ、それでもやるのか、
というようなことを私たちは通っているわけです。ぜひ皆さんも10年経ちましたが、今まだ福島の被害者、そして負債を生活困窮に陥っているあの事故によって起こっている、そしてまだあの事故処理が終わっていません。事故のにおいてはデブリが取り出そうという計画、こういうバカな取り出せるわけがない、それにどれだけお金がかかるのか。その前にこの間も地震がありました。使用済み燃料は大丈夫なのか。あの使用済み燃料が同じように核反応を起こしたらどうなるのか。その処理も終わっていない。汚染水の処理も海洋に流す、こういうようなことしかしない。まさに何も責任も取らない、対処もできていない、処理もできていない、そういう現実を皆さんは忘れてはいけません。この間の地震は我々がのほんと生活しているものに対する警告です。現実を見ろ、もっときちんと対応しろ、自然に向かえ、いうような私たちに対する警告です。それと同時に 13.5 兆円も使い、そして22兆円の現在1年での試算として出ている負債、これは50兆70兆というふうに、将来の子どもたち孫たち、もっと先の世代まで負債を私たちが引き渡す、押し付ける、そういうようなことだという現実をきちんと向かい合わないといけないと思います。ですから私たちこの東京電力株主代表訴訟の裁判は、自己責任だけではなく経営責任、そして社会に対する責任、次世代代々に対する責任、こうしたものをきちんと私たちが私たちの世代でできるだけ生産をし、そして次世代に対する負担を軽減していく、そういうことをやらなければいけない。その責任が事故を起こし、事故を許し、そしてその後のことも目をつぶっている私たちに目を開かす、そしてその対応のためにやるんだ、いうようなことをきちんと示さなければいけないというふうに思います。現在さまざまなところで損害賠償裁判が起き、東電の責任だけではなく国の責任も認め、そういうような裁判判決が続いております。ですからぜひともこの裁判においても我々は勝訴をし、そして自己責任と同時に経営責任をやはり明確にさせるということが必要だというふうに思います。はい、じゃあこれでも食べて、はい、全く受け取るくらいすりゃいいね。おはようございます。今日この東京地裁103号法廷で10時からあの10年前の福島原発第一、東電の福島第一原発、あの甚大な事故の責任を問う東電の当時の経営陣の責任を問う株主代表訴訟が行われます。もう提訴以来本当に長い年月が経ちました。ようやく証人尋問に入ります。今日は専門家証人
当時あの事故の前に常願地震の津波があの太平洋沿岸を襲った福島沖にも福島の地にも来たということを政府の保安院の委員会の中で警告を鳴らした方とか、そして原子力の技術者の方、そういう方の証言があります。そしてこの専門家承認の後にはついに勝俣元会長、清水元社長ら経営陣の本人尋問が始まります。ようやくあの事故の責任を当人たちに問うという段階に来ています。たくさんの被害者の方たちの損害賠償の裁判、そして経営陣の刑事責任を問う裁判も行われてきています。しかしその中で東電は未だに事故の責任を認めず、被害者への謝罪も賠償も十分にしていません。国が決めた基準通りにやってればそれでいいんだ、そういう姿勢で、そして今なお原子力にしがみつこうとして、新潟県の柏崎刈羽原発の再稼働もしようとしています。未だに続く福島第一原発の事故、事故は終わっていないんです。被害者の方たちはますます困難な中にいます。住宅支援すら打ち切られ、私たちがこの東京で1ミリシーベルト以下とされている空間線量の基準を20倍の20ミリシーベルトにもされた中へ帰還を強要され、子どもたちの健康を心配し、ふるさともそして生なりわいも奪われた、そういう方たちがまだたくさんいます。しかも避難をしていても避難者とすらも認められない、そういう方たちがどんどん出てきているんです。福島県はその方たちに裁判を起こして、住宅の家賃を倍にも払え、出ていけというふうに言っています。この国はいつからそんなひどい国になったんでしょうか。本当に情けないと思います。責任を取るべき者がきちんと責任を取り、被害者に償いをしていない、そういう国であってはならないと思います。せめて司法はきちんとその利費を正し、責任を取るべき者に責任を取らせてほしい、被害者にはきちんとした償いをさせてほしい、そういう願いを持って私たちは今ここに立っています。どうぞこれからの東電株主代表訴訟へのご注目をよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。本当にお疲れ様です。東電刑事裁判をやっております千秋です。株大の皆さんのお力でいろんな証拠書類がどんどん明らかになってきて、それを刑事裁判や避難者の方々の民事裁判でも生かすことができて、裁判が進んできています。なかなか状況は国の責任を認めるというところは五分五分な状況が今まだ続いていますけれども、この間本当だったら闇に葬られてたことが
次々と明らかになってきたのは、本当に皆さん の、 日々の積み重ねの裁判やいろんな調査によるところがすごく大きくて感謝をしています。先日2月13日に起こった福島沖の大きな地震で、本当にもう怖くて怖くて、福市は大丈夫なんだろうかっていうことをまず考えました。でその後に太平洋沿岸の、原発は大丈夫なんだろうかっていうのを心配しました。なんで10年経ってもあの取り返しのつかない事故が起こっているにもかかわらず、まだ原発の心配をしなきゃいけないのかということで、もう本当にもう腹が立つと同時に、まだ体が震える思いがしました。東電は、原発のすぐ後ではなく、また重要な、格納容器の水位が低下しているとか、そういういろんな情報を小出しに少しずつ出してきています。私たちは、あの事故を経験して東電が本当のことを言ってるんだろうか、ちゃんと調べてるんだろうか、本当に大丈夫なんだろうかっていうことを疑いの目を持って見ています。とても信じられません。新しく本が出ました。海道雄一弁護士が、書いてくださった刑事裁判の、まとめの本と、あともう一つ添田隆さん科学ジャーナリストが書いてくれた本、東電原発事故10年で明らかになったことの本の中で、2019年の田中俊一前原子力規制委員長のインタビューで、日本の原子力政策は嘘だらけでここまでやってきた、日本の原発はそうした嘘で世論をごまかしながらやるという風土があったということを答えています。その状況はまだ変わっていません。調べない、教えない、助けない、これは本当に全く変わっていません。それからもう一冊新しい本が出ました。武藤瑠衣子さんの10年後の福島からあなたへという本です。その中で避難解除地域の新庁舎完成のイベントの時に、スタッフの背中に振り向く暇があったら前に進めというキャッチフレーズが印刷されたジャケットを着て、スタッフがいた、それをテレビ映像を見て瑠衣子さんは本当に怒りに震えたというふうに書いています。事故の被害を不可視化し、被害者を切り捨て、放射線防護を大幅に緩め、事故の責任を曖昧にし、原発関連企業に利権を許し、その復活と存続を狙っている、これが10年の月日をかけて周到に準備されてきた結果なのだろうかということを書いています。本当にこの10年みんな悔しい思い、苦しい思い、困窮の中被爆をしながら生活をしてきています。福島に住んでいる人も避難をした人も非常な困難の中にいます。なんでこんなことになっているのか、その大元の責任を私たちはしっかりと追及しなければ前に進むことはできません。この東電株主代表訴訟はその中でとても重要な裁判だと思います。今日私は1年半ぶりにまた東京地裁に来ましたが、東電刑事裁判も多分夏ぐらいに、控訴審始まるのではないかと思います。また皆さんのお力を借りしながら一緒に頑張っていきたいと思います。これからもどうぞよろしくお願いします。千秋さん、遠くからありがとうございました。刑事裁判と一緒に私たち、まあ、二人三脚のようにですね、キャッチボールをしながら、資料を出された資料をこちらで使えるように、こちらで出した資料を使えるようにというふうにですね、歩んできました、刑事裁判。そして私たちは株主代表訴訟が、56回ものですね、口頭弁論をこの9年間に、開かれました。それをずっと原告として傍聴している中で、東京電力はですね、本当にいい加減な、
準備書面しか出していません。非常に大雑把なざっくりとしたもので、私たちが出させた資料というのは取締役会とか、あとは御前会議と言われたですね、その秘密の面々が集まって会議をする日曜日に、忙しいみんなが時間が作れるその日曜日に、会議をすると。で、午前会議というわけですから、まあ私たちにも、それから刑事裁判でも被告になっている勝又さんとかですね、竹黒さん、武藤さん、そういった面々がいる前で、いろんなその原子力関連のですね、あと保全関係の、責任者たちが眼首揃えていろいろご説明をするという、そういうものが午前会議であったわけです。その中の資料が私たちの裁判の中で明らかになりましたけれども、そういう中で東京電力は社内のシミュレーションで15メートルを超える津波が来るということが分かっていながら、それを握りつぶした。それを聞いた部下たちは頭が真っ白になってしまったと。何が起こったのか分からなかった、そういうふうに嘆いた場面もありました。それを今までずっとこの9年間私たちは明らかにしてきたわけですけれども、いよいよ証人尋問です。今日は東芝の原子炉を設計した方お二人ですね、お二人に、証人尋問に立っていただきます。その中で彼らが、設計者たちが、その設計者たちは原発という巨大な怪物を作ってしまったことを後悔してずっとさまざまなところで話をしていらっしゃる方です。そういう方々に今私たちが問題にしていること、そして国の政府がまた原発を進めようとしていることに、この裁判で終止符を打ちたい、私たちはそう思っています。これから証人尋問が続きます。ぜひ皆さん傍聴に詰めかけていただきたいと思います。そして今コロナで半分の席しか傍聴席は使えません。そこに優先的に座るのは司法記者クラブの希望者の記者たちです。ぜひその記者たち、聞いたこと、今日傍聴席で聞いたことを皆さんの武器のペンを使って書いてください。書いて、そして発信してください。今 3.11 を前に10年が経ち、東京電力もは何も、今ちょうど東電の代理人の方が何人か歩いて行かれましたけれども、東京電力は責任を取っていないんですね。それを国民はもっと知らなければいけない。そして国民に知らせるのは、一番の知らせる武器は報道です。今日もフリーランスの記者さんや、そして YouTube にアップしてくださるジャーナリストの方が応援に来ていただいて、私たちの訴えを流してくださいますけれども、公器である報道各社、そして NHK、 さまざまな報道機関が 3.11 が近いからと特集を組みますが、あまり裁判のことは触れていません。なぜなんでしょうか。裁判は司法の問題だというふうに
思っているのではないでしょうか。裁判を進めるのも、そして判決を下させるのも、私たちの世論、国民の意思なんです。私たちはさまざまな ところで声を上げていかなければいけません。大きな問題はいくつもあります。でもこの原発事故 3.11 に東京電力が津波対策をしなかったために、社内で津波対策をしようとすることを決めたのに、それを握りつぶした、上層部が握りつぶしたために、あの事故は起こりました。10年経ったからではなく、日々今千秋さんおっしゃったように、毎日毎日福島の人たちは被爆しています。そして福島の人だけではなく、福島で作られた作物や、それから汚染土壌の中から育ったレンコンとかさつまいもとか、まだまだたくさんの放射能を含んでいます。世界各国も日本の作物は放射能で汚染されていると言って拒否している国もたくさんあります。その実態を私たちは知らなければいけません。そしてそれを食べて応援するんではなくて、その元の原子力発電所をこの私たちの力で息の根を止めなければ解決しないんだということを、私たちはこの10年に際して肝に銘じなければいけないと思っています。その一つの突破口がこの株主代表訴訟であり、刑事裁判だと思います。ぜひ皆さんの応援、傍聴、そして支援をお願いしたいと思います。今日は証人尋問、10時から5時まで長丁場です。でもその長丁場の中でさまざまな真実が語られると私は思っています。ぜひ傍聴を、今日は抽選がございますので9時40分までに、抽選に並んでいただいて、そして、傍聴していただきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、 整理券のために並んでください。裁判幹事の日経新聞です。定刻になりますので、レクを始めます。じゃあよろしくお願いします。文化機械振興します弁護士の会場でございます。今日は株主代表訴訟の第57回口頭弁論、今日から証人調べが始まったということで、この後ですね、5回の質疑が予定されていて、それ以外に現場を見に行くということが実現するかどうかということが、すごく重要な趣味に差し掛かっている期日でした。今日の経過はこの1枚紙に書いた通りです。午前中が参政権の岡村一信さん、そして午後が、元東芝技術者の渡辺敦夫先生と後藤正樹先生に出ていただいて、本当に一日きっちり承認審議という形になりました。いろいろ細かいことを言っても仕方がないので、まず最初に岡村さんは帰られてしまっているので、岡村さんの尋問を担当した小森さんの方から、どんな証言が得られたかということについて報告してもらいます。岡村さんは、我々は申請した証人ではありますけれども、決して我々に協力していただいていたというわけではなく、
本人の意に反して我々の方が無理やり申請をして裁判所に対応してもらったという経緯があります。本人は証人尋問に出たくない、出ないというふうに発信をしたとはいたんですけども、まあそちらの方で、まあ、無理に申請をしてなんとか、まあ、来ていただいたという経緯です。なので決して我々にですね、有意な証言をしようというつもりは一切なかったとは思いますけれども、あの研究者として専門家として非常に誠実にはもう10年以上前のことなど忘れていても当然ではあるんですけども、まあ、お答えいただいたのかなと。津波対策物状態については特に分かりやすい疑問で、あの津波対策物状態もどうかなと思うのが十分な科学的効率があるということを裁判所に伝えられたのではないかと思います。それから合同ワーキンググループで、上岸地震の関係で東電に対して厳しい意見をしていたということは事例を見て明らかですし、これまでも何度も報道されていたと思うんですけども、その後東電の担当者と個別で面談して、でその席で、上岸津波についてもうすぐにでも対策を始めるべきであると、まあ、言った趣旨のコメントをされていたと。もう朝からロシア知事に対してそういうことを言ったということは今回この尋問の場で初めて明らかになったかなというふうに思います。まあ、あのこの岡村さんがですね、上岸津波について耐震爆チェックへ取り入れる施設かどうかというところについて、東電は平成21年9月にホワインと、まあ、8月から9月にホワインの総担、ホワインの担当者と面談した際には岡村さんも耐震爆チェックに取り入れない方向で承諾しているというような報告をしていたようですけれども、それが虚偽報告であるという疑いが非常に濃厚になってまいります。また我々が、まあ、岡村さんと面談した時の議事録を全部出せと、まあ、言っているにもかかわらず未だに東電は出していないというところからすると、まあ、東電が証拠隠しをしている可能性が高いということも思われたというところが、まあ、一番の最大だったかなと思います。あの、あとは断層モデルが確定していないということで対策をしないというような東電の言い訳やですね、まあ、全く合理性がない。そもそも1000年前の地震に断層モデルを確定するわけがないわけですし、まあ、だからといって1000年前だからといって対策しなくていいという話にもなり得ない。だとしたらもう現在の最新の地点で最新最善の地点で対策するしかないと、まあ、一体のところは、まあ、裁判所にも伝えられたのではないかというふうに思います。一言だけ付け加えると、その今日あの東電はよくまだね、研究が不確定だったって言ってるんだけれども、それは北部と南部に調査範囲を広げてね、もっと上岸津波の大きさが大きくなる可能性があったと。でそれがまだ調べられてなかったってだけで、これ以上小さくなるってことは ないっていうね、そこがすごくはっきりしたと思います。だから、あのでしかも福島の方で、その小高とその、波江かな、でそのぶつかっていたと、それを踏まえて東電に意見を述べたんだということも言われたと思うんでね、そこら辺はすごく、大きな価値のある、証言だったんじゃないかなと思います。あの僕らがその、予測してた以上に素晴らしい部分があるかなと。それじゃあ続きましてですね、午後の部で、元東芝の技術者という言葉からこの事故を防ぐためにどんな対策がありえたかという観点について、まず、渡辺さんの次の後半ということで、ちょっと、はい、あの今日何が言いたかったのか、はい、そして、どういう証言をしたのかということをですね、はい、それぞれ話していただければと思います。はいはい、今日私が証言に立ったのはですね、東京電力さんがその今回の裁判においていろいろと意見書を出してるんだけども、特に私重要だと思ったのは、そのたとえ津波の高さが予測されても神様じゃないからね、人間は。だからその当時技術があったわけじゃないし、あの金額もかかる、いろいろな面で判断して、あの無理だと、つまり過失はなかったんだと、いうことを言ったんですね、あの意見書で。あのこれは
岡本さんという東大の教授が書いているの でそれが象徴的だと私は認識しまして、それに対して何としても技術者として反論していかなきゃいけない。でその反論 のポイントはですね、当時その東電が言ってるですね、その技術がまずなかったとか、そのドライサイトって要するに水が入らないように設計をしてるから、水が入るなんてことは想像もしなかったということを言ってるんですけど、それが全部嘘だということをですね、なんてか表現をしたかったということなんですね。で、まあ、私の意見書はすでに3つ出してますけども、その意見書でももう詳細に文献を明示してですね、その2008年以前にですね、もうとっくに東電はそういう情報を知り得たし、その津波の高さに対してですね、防ぐにはどうしたらいいかっていう情報は全部、少なくとも担当者レベルは全部調べたと、そういうことは私は文献です話していますが、その話とですね、もう一つは重要なのは技術的にできたってことなんですね。でこれがすごく大事でして、つまり神じゃないからできないって言ってるんだけども、そんなことないんですね。人間なら誰でも普通の技術者とかみんな設計できるということを今日強調したんです。でそれは具体的にですね、例えば最終的に私が申し上げたのは、その向こうは何か言うとですね、すぐそのスミス扉はこういう点で設計難しいとか、ああいう点で設計難しいとかって、例えば大きさがでかいとかですね、それから何かが漂流物が来たら問題だとか、私はそれを一つ一つ自分では論破していこうと思いました今日で。大きなものは、まあ、後藤さんの専門ですけど、そういう毒宿っつってですね、造船所には必ず水門があるし、何よりもパナマ運河なんてそういうことやってるわけですよ。とんでもないデカさですよ。でそういうものをね、今や当たり前の技術をですね、そういうものを、うっかりしてるというか、向こうは認識してるのにもかかわらず騙してる我々市民を、そういうことを論破したのと、それから技術でもですね、漂流物があってすぐ言うんだけども、漂流物確かに2004年のね、スマトラ沖地震の時に明確に漂流物の問題が出てきたので、それに対してはきちっと私が言ったのは、できるだけ多くのですね、建物の奥、建物もちろん大事なんですよ、建物を水密化するっていうのは大事なんだけども、それよりももっと大事なのはね、電気室みたいな、そういう人、ディーゼル室とか電気室とかですね、そういうものの非常に重要な非常用の機器が収まっている電気系のシステムもそうなんですけど、そこをビシッと水密すると、それは2つの効果があってね、奥になればなるほどですね、単なる水圧だけになるんですよ、流れなんかほとんどないわけです。もうだからこれから漂流物も来ない、要するに設計が簡単で多分たやすくできるんですね。どんなにほとんど の市民の方は勘違いしてると思うんですけど、水圧ってね、10メーターで1気圧なんですよ。ですから30メーター潜ってダイバーがその水圧の時計持ってるなんてザラにいるわけで、それに比べたらね、たかが10メーターが15メーターになるかどうかなんて議論ですよ。だから全然技術的には技術者としては何の心配もないってことを今日話しました。でそういうことで、要するに簡単にできて、しかもできるだけお金のかからないようにするためには多くに多くにと、ただしですね、まあ、多重防護ということも考え方もあるわけだ、深層防護という考え方あるので、できるだけ外側でシャットアウトするのがいいに決まってるので、外側にもきちっとやるということももちろん強調して言いましたけど、私はいろんな意味でそういうことを申し上げました。そしてね、最後に弁護士さんから問われたので答えたんですけど、なんでこんなことが起きたんだということなんですけど、私はね、もう2つ挙げてるわけですよ。1つはそのセーフティーカルチャーが経営者に全く欠如する。でこれはね、例えば東電のホームページに見るとね、顧客満足、まあ、カスタマーサティスファクションという CS って言うんですけども、顧客満足度をやってますとかね、それからですね、何よりも命を大切にしてるとかってどんどん書いてあるわけですよ。ところがね、実際には何にもそれしてないと、経営層がで、そもそもそんなこと思ってないんじゃないかと。だからそういうそのセーフティーカルチャーの安全文化の欠如が、すなわちもうほっとけと、そのいくらこう部下がですね言ってきても、そんなものはいいよと、無視しろと言って悔しい思いをしたっていう表現もあったけれども、そんな
ことにつながってる。でそれは私が東芝に入った頃は電力も規制当局もね、それからメーカーも三位一体となってね、そしてそのやるべきことはやろう、お金もかけていくらでもかけてもいいからやろうと、そういう文化があったっていうのは間違いないんですね。まあ象徴的に私は上司を上司と思わない雰囲気があったってことを申し上げたんだけども、そういうふうに平気でこの忖度も何もないわけですよ。こういうことやるべきだっつったら本当にトップにですね、そういうこと言えた風土があったんですね。それがもう完全にオイルショック、1970年代のオイルショックでですね、ガラッと変わっちゃって、残念ながら経営っていうものに何ていうの、経済的な側面を持ち出してですね、もうできるだけコストダウンする、もう我々東芝にいた時ももうすでに始まってたわけですね、そういう話が。でそういうのはやっぱり今回の事故の根底にあると私は考えているってことを申し上げました。以上です。ありがとうございます。続いて後藤さんお願いします。私も後藤正史と言います。実は渡辺さんの部門、東芝の原子力部門の後輩になるんですね。彼が辞めてちょうど入れ替わりで私が入ってるんです。1989年ですよ。ですよ。でそれは何かというと、今渡辺さんお話しあったようにね、その原子力の技術者なんだけど時代が違うんですよ。いわゆる渡辺さんの時代に今言ったようなね、こうそれなりにこうカルチャーがあったというお話されるでしょ。で僕もそれはそういうのがあるのは知ってるけど、周りを見るとほとんど敬愛がしてる、全くそういうカルチャーがなくなってるんですよ。でそれが非常に問題でね、それで私は実はそのさすがに現役だったんで、東芝にいた時にいろんな研究会、外で研究会があって、そこでいろいろ論文書いてるんですけどね、事故論とか事故の一般のことをずっと何十年もやってるんです。でそういうことで書いてるんですけど、原子力についてはその2000年代に入ってから例のデータ解散の問題ありましてね、結局全プラント止めて、その東電の役員が全部こう首がすげ替えられた、そんなところがありました。あの時に実はこれはまずいと思ってですね、ペンネームで、しかもいつも使うペンネームじゃなくて飯田なんとかって和弘とか書いたんですけど、それでペンネーム出したんです。実は今日の弁護士さんがそれを主題に最後に私に質問してきてる、それ結構長い文章なんですけど、そこでかなり語ってるのが本音なんです私の。それは何かというと、私は原子力については疑い危ないとか思ってたけど、それはちょっと置いといて、技術的に技術者として見たときどうかって見たときにあそこに書いたんです。それは何かというと、技術のありようとか安全の考え方とか、それから情報のこう変に制御してみたり、いろんな話が入ってくるんです。でそれが今回のその事故、福島事故の根底を成しているというのはほぼ間違いないと、これは確信を持っているんです。でそのことを弁護士さんが拾い上げてくれて、逆に質問してくださって、それに対して答えたと、そういう格好です。でもうちょっと申し上げると、何が一番一つの問題ね、切り口ですよ。私が言いたかったのは、地震とか津波というのは自然現象ですから、人間の制御が効かない、これは当たり前で仕方ないんですよ。だからそれが原因で何かあった時にはそれを責める気ないの、私も責められない。だけどもであるけども、原子力発電所は違うんですよ。原子力発電所は原子力発電所と固有の特性を持ってるんです。それが地震津波で影響を受けるんだったら、これは仕方がないと言えないんですよ。地震津波でなんか壊滅する、世の中壊滅するんだったら、その壊滅する原因をなくせばいいでしょ。それは何かというと、地震津波がなくせないんだったら原発をやめるしかなくなるんですよ、基本的には、ね、そうすると、だけどまあやめろと言わなくても、少なくともそれはね、その危ないのが分かったならば、その時点で手を打つのは当たり前ですよね。で科学者はね、予測をして、例えば津波は何メートルかこうやります、で不十分かもしれないからデータ出てくるんですね。でそこから先なんですよ、技術者は。おい、どうする、10メートル超える津波が来るらしいって、どうするって、例えば私はさんと2人が来たらね、相談して、あ、10メーターほどだったら多分それはね、もっと超えるだろうからって推測をして、じゃあ15メーターにしようか、これはすごく嫌な話ですよ、ある面では。だけど安全性から言ったら、10メーターってデータが出たらそれで設計するバカいないんですよ、絶対できない、そんなこと怖くて自分が死んじゃうもん、それじゃ。だから10メーターってくるとか予測したら、それに対して余裕を見てね、安全につって余裕を見て設定するんです。でその時に背景があるんですよ。構造物作る時の安全率とかいろんなのがあって、基準によってはね、多少カバーできる場合もあるんですよ。だけど津波の例えば防波堤のね、
あれなんてほとんど安全率ないんですよ。15メーターの来たら半分の確率で壊れる可能性があると思ったくらいの設計なんです。でそういうものは原子力の防護に使われるはずないんだ。だからその時に津波が来るって予測した時にね、原子力やってる立場だったよ。私はもう現役じゃなかったけど、その時は現役だったけど、部門が違うから情報入ってこないんですね。知らなかったんです、津波のこと。で、そうしたら、もしそんな情報が入ったら、とんでもない話だと分かりますよ。思いますよ。これは即何とかしなきゃ。それこそ、そういう形で、検討もされないで、ああいうふうにして、葬りされるとか分かったならば、それはもう、とてもじゃないけど、黙ってられないっていうか、技術屋として、もう、生きていけない気分ですよ、そんなものは。私自身も実は昔海洋構造物海底石の掘削関係の仕事を15年もやってきましたから、その時に自分で設計したものが自分で設計したリングを沈没させてるんですよ。実は一石全損です。その時にショックを受けて、自分の責任だったわけじゃないんですよ。でもチームの中に一員ですからね、当然ですけども、自分のそういうふうに考えると、それでもし例えば人がいっぱいね、100人も200人もあの当時事故があったんですけど、沈まれて死んでしまったらね、もう取り返しつかないですよ。でそういう感覚持ってますから、それから見て原子力に行ったでしょ。だから原子力の技術でそんなことがあったらとんでもない話ですから、それがね、その半分曖昧な情報があるから、曖昧な津波の高さが曖昧だから、それは検討に値しないなって感覚が全く理解できない。逆なんです。その津波がね、不確定だったら、その不確定だって危ない可能性があるんだったら、徹底的にそれを追求するんですよ。ところが向こうの東電の出してる証人のね、岡村さんとかなんか見てると、いやそれは確たるね、この確認が取れるまでは対策をする必要はないんだ技術者はって言って、技術者にそういうのいるのかよと思ったの、原子力の技術者。とんでもないですよ。そんなことやったら世の中でみんな事故ばっかり、本当そうですよ。そんな可能性でやったら事故ばっかり起こっちゃう。だから私はそれはもうちょっとあれだけど、こう立場上もあるけども、あえてね、自分のその東京電力っていうのは私にとってお客さんだったのね、仕事実務というのだったんだけど、あえてそれはもうね、これは社会的に黙っていっちゃいけないと思って発言した、そんな経緯です。以上です。はい、それからせっかくなので原子力団体長の木村さんからも一言。はい、木村由衣と申します。私は今日ですね、初めて聞く話もいくつもございまして、一番感動したのは私たちの代理人は本当に優秀だなと思いました。本当に長い長い戦い、まだ今ようやく終盤戦ですけれども、本当に証人尋問の一人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 のですね、質問する、資料を整えたりですね、この前のその、裁判長が変わった時の、プレゼンにしてもですね、非常に優秀な弁護士さんたちに私たちが今助けられているなというのが今日は非常に大きかったです。でやはり私もその今までそのあんまりこう結びついていなかった、例えばその、地震とかですね、津波のその地層の、堆積物をなぜどうやって調べて、どうやって年代測定するかというですね、こともその岡村さんがですね、非常に分かりやすく説明をなさいまして、で裁判長もですね、陪席ももう身を乗り出して聞いているというような状況がありまして、今日はもう特に裁判長もずっと3人の証人が話をするのをもう一つたりとも聞き逃すまいぞというですね、そういうこう姿勢で聞かれていたので、私はとっても今日はすごいワクワクして楽しい、証人尋問でした。ありがとうございました。お客様の皆さんからご質問があるだろうと思うので、何でもお聞きいただければどうぞ。はい、どうぞ。共同通信の天領です。先ほど岡村さんの証人尋問のところで、はい、弁護士の方から、ハイライトの一つとして、東電のその酒井さんからですね、岡村さんがその安全対策を取るようにと求めたときに、調査しますとだけ回答があって、岡村さんがさらにその今頃調査しても無駄だ、先に対策をすべきだと言った発言があったっていうところが、これまであまり出てきてなかったんだと思うので、これがすみません、いつの話かというのがちょっと
まあ、岡村さんの記憶にしかないので、いつかは分からないんですけども、まあ、21年7月頃じゃないかと思います。平成21年の7月。平成21年。報道ワーキングの33回が終わった後に、まあ、東電の資料によると7月17日に東電は岡村さんに個別で面談しているということになっています。ただ岡村さんはもう一度上岸地震津波について、東電の坂井氏らと会っているというふうにも話していますので、まあ、21年7月にそういう発言があったのかもしれないし、またもう一つの日かもしれない。そこはちょっと明確には。そうですね。あのいずれにしてもはっきりしているのは、彼がその合同ワーキングの中で発言して、でそれで大変だということで、まあ、彼らが飛んでいって2回にわたって会ってる、その2回のうちのどっちだからということだよね。そうです、うん、それでよろしいですか。はい、2009年のだから、まあ、夏から秋にかけてだったことは間違いない。それ以外の時期だったことはないですけど、はい、小森先生、はい、ちょっと補足で今、はい、あの戦略の質問に共同してたと、はい、今おっしゃったのは6月に最初にしてきて、で7月に2回目、はいはい、その後に面談したという記録が当然に残っている。面談した記録は残っているとは思うんですけども、うん、出してきてない状況です。であるのは、今回東電は出してきたのは7月17日に岡村さんと会った時の資料だという資料、面談資料です。それから7月17日に岡村さんと会ったと思われる痕跡がですね、今日示した東電の内部資料ですとか、あるいは今日は示しませんでしたけども、ホワインに対する説明資料の中にも書いてはあります。ちょっと複雑なんで、もう一回、4月17日に個別に坂井さんが会いに行ったっていうのは東電の、まあ、主張、まあ、まだ明確には主張してないんですけど、東電の資料にそう書いてあるというだけで、その時岡村さんに持ってきた面談資料は、説明資料は出してきてるけれども、そうです、面談記録は出してきてない。面談6は出してない。何を喋ったかという面談6は出してない。前回の進行協議でそれはなぜ出さないんだということでかなりやり合ったんですけど、4月17日からその面談説明資料に書いてある。説明資料はありますけども、説明資料の中に上岸津波については、あ、土木学会に委託しているので耐震バックチェックの対象をしないということは明確には書いていません。意訳するとそう書いてあるようにも読めなくないというわけです。それからすみません、ホワインに説明したってのは8月末と9月 の、 あの名倉さんと小林さんが嘘ついて出なかったって言った2回の9月の、はい、9月の資料に岡村さんにも、メモしてますよということが書かれているという、了解もらったっていうふうにメモ上に見えるようになって、メモ上は福島の津波評価についてコメントなしって書いてあるだけなんですけども、ただ口頭ではそういう説明をしたということが伺われるような検察庁での小林さんの資料はあります。了解もらっている、反対されなかったから OK なんだっていうような、そうですね、近いですね。ただ、まあ、今回の岡村さんの証言からすると、むしろ反対されている、明確に反対したっていうことを言われてて、そして研究するんじゃなくてすぐ対策しなきゃいけないよと言ったら、そこはちょっと層があるんですね、今回の証言と。で、小林さんの、東京地検で作った調書にそれを類推される事実があるということを今。そうですね、まあ、それ以外にもあの刑事裁判の資料の中には、その、まあ、岡村さんだけじゃなくて佐竹、今村、高橋、平川と並べて書いてあるものですけども、あの、丸がついたりしてる資料なんです。あ、星野状がついてます。いやいや、あの、なんかその一覧表みたいな。丸はついてません。この人に猫したよっていう。そうですね、みんな、まあ、要するにみんないろんな人になるように、まあ、見せるための資料は。それはあの、あれですよね、意見調子会のメンバーってことなんです。でも、まあ、佐竹さんは違いますので、まあ、おそらく上岸津波や堆積物の研究者、まあ、その中でも特に、まあ、意見聴取会のワーキングなどのどこかのメンバーだったらなお良いという観点から選んだ研究者なのかなと思います。あと最後一つだけ一番気になったんですけど、なんで岡村さん断ろうとしたの、なんか理由言ってましたか。産総研はやはり今原発について発言しにくい雰囲気があるという雰囲気です。あの
ですからね、岡村さんに直接取材をするっていうこと自身はね、もちろん記者の方の自由なんだけども、まあ僕らがこうやって頼んだ結果そういうのが担当するとすごい迷惑だなって、また迷惑がられてました僕ら。だからあのよっぽどね、注意してもらわないと困るなっていう、もう二度と来たくないって言われたんですね。まあ、犯罪人も不出頭でも困らないね。いや、犯罪人も不出頭だったら主人として成立しなくなっちゃう。そういうふうにね。これだけ細かく細かいんですけども、はい、確認ですか。岡、はい、村さんについて、あの肩書きを、あの証人尋問で名誉リサーチャーというふうに書いてあるんですが、はい、その肩書き名誉リサーチャー、あの水本の委員の名簿に名誉リサーチャーと書いてあるんですね。で、名誉リサーチャーですかって聞いたら名誉リサーチャーって肩書きになってます。あのなんか地震研究センター長みたいな肩書きも前あったと思うんです。それはもう今はもう名誉リサーチ、名誉リサーチなんですね、うん、それとごめんなさい、あの今回の堆積物調査が、まあ、東北大と共同して行ったものですけど、共同してはしてない、共同別々のチーム、別々のチームです、まあ、別々のチームです、うん、すみません、この平成17年と18年にこの234地点っていうことがあったと思うんですが、その2年間で終えたという、調査自体を終えたという認識、完全に終えてるというわけではないんですけども、おおむね終わってると。その後も補足的な調査をしたという論文は出てますし、地殻変動の関係の調査はさらに続いてはいますので、ただ堆積物の分布、仙台平野と石巻平野の堆積物の分布というのは、もう平成18年度までにおおむね明らかになっているということかと思います。はい、毎日新聞の山です、ね、はい、今のその一つ前の関係なんですけど、あの東電のとあったっていうので、1回目はまあ7月でないかという話だったんですけど、もう1回あの、福祉原発の近くを見たら堆積物がありませんでしたよって話をしに来たっていうお話があったかと思うんですけど、その時期は不明だっていうことで、うん、まあ、ただ7月17日 の、 その東電が出してきている資料にもですね、富岡町で津波堆積物調査をしているということが書いてあるんですけど、まあ、普通に考えたらその調査をもとに津波堆積物がありませんで、まあ、その後実際学会でそれを発表しているわけですから、そういうふうな説明したんじゃないかなと思うと、7月17日にその説明があったんじゃないかという気もしますけどね。あ、私1回目は調査をしますで、2回目で調査の結果こうでしたっていうことだったかと思ったんですけど、そうですね、今日の証言だとそうだとすると7月17のもしかしたら前に来ているのかもしれないですね。ただ発言の後ではあることは間違いないとは思う。32の第32回の後にすぐ来たのかもしれない。あ、いずれにしてもですね、東電はあのこういう専門家と会った時にはかなり詳しいメモを残している。あの刑事裁判ではそれが全部あの、まあ、抑えられていて、それが証拠になって出てきているんですけれども、岡村さんについてはあのそれは残念ながら刑事裁判の証拠には出てないわけですよね。でだけども会ってることははっきりしていて、その時に持ってった資料まで、まあ、今回明らかにしてるんだけれども、その時のまあ議事録っていうか議事メモっていうんだけども、議事メモを必ず作ってるはずで、僕らそれを出せ出せってすごい、で今日の尋問のために絶対必要なんだかなっていうふうに言ったのにもかかわらず出さなかったんですよ。でもうだからもうそれだけですごい、心証真っ黒けだったんだけれども、聞いてみたらあの残ってるその東電側で作ってですね、保安に報告したのと違う答えが出てきたんでね、まあびっくりしたことなんですよ。これは本当に、大ニュースだと僕は思いますけど。ぜひこれは隠し種として報じてほしいのがあるんだけどね。東海の方程だけだからね。本当にね。わかりました。まあ、すごくエキサイティングなことなんですよ。本当に。なんか他にありますか？よろしいですか？別でどうですかね。じゃあ、 本当にこれからまだまだこの証人尋問も5回続きますし、もしかしたら現地に行くってことになるかもしれないんでね、現地に、行くような感じになるためにもメディア上で盛り上げてもらえるととてもいいと思います。ちょっとよろしくお願いします。じゃあお二人にも今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。